ライジンさん、見事にヤングチャンピオンシップ勝利に導きました鈴木圭介騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは勝利を収めて今どんなお気持ちでしょうか。はい、いや本当嬉しいです。この馬には過去2度騎乗して2度とも勝利を収めていましたけども、レース前はどんなことを考えていましたか。そうですね、障害もいいですし、降りてからの足もあるので、まあ道中降りてからないようには考えてました。実際スタートしてレース展開印象いかがでしたか。まあある程度思った通りの道中の位置取りも取れたんで、まあうまくいったら勝てるかなと思って乗ってました。障害を降りて一段でしたけども、そこから一気に抜けました。あのあたりはどんな印象でしたか。やっぱ、まあ、馬の能力がいいのかなと思います。3冠目に向けても期待を持ってもいいでしょうか。はい、頑張ります。では最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。正月明けもまた帯広記念と天馬賞ありますので、ファンの皆さんまた帯広競馬場に足を運んでください。ありがとうございました。鈴木圭介騎手でした。